ヒロインを見事助け出した勇者ヘスティア。しかーし、それもつかの間、はい、ドーン！ブラッ！いかなる神のいたずらか、ベルコさんは勇者の手から離れて吹っ飛んでしまう。透明になってるヘルメスが突き飛ばしただけだろ。彼女が飛んでいった先にはなんと青い水をたたえた泉が。落ちちゃった。なんだこの頭の悪い展開は。そっさ、突然泉が光り出した。うわー、眩しい。キラキラキラー。この泉に大切なものを落としたのはあなたですか。リリは泉のせいです。ルッルル、泉のせいが現れた。なんてうさんくさい精霊なんだ。キラキラした羽衣を着て綺麗。あなたが落としたのはこの銀のベルですか？シルバーベルです。それとも、こちらの金のベル？ゴールドベルです。ベル君が二人に！しかもどっちもイケメン！どういう仕組み？マジックアイテムです。いやー便利だなマジックアイテム。誘惑するつもりだろうが甘いぜサポーター君。嘘つきには罰が当たる。女神である僕にはお見通しさ。僕が落としたのは普通のベル君だ。本当に？そうですか。では死ぬがよい。リリは偽善者が大嫌いです。ベル様、やっちゃってください。ゴールドシルバーファイアボルト。ゴールドシルバーファイアボルト！ヘスティアに1万のダメージ。ヘスティアは目の前が真っ白になった。それなら問題ない。この道しるべが続いている。仮面？レイが進んだ先々で残してくれているものだ。これを追えば少なくとも彼女とは合流できる。あのところで、なぜ私たちはこのような格好をさせられているのでしょうか。ゼノスの皆様が作られた服、フリフリでふわふわで可愛らしくはあるのですが、状況にはそぐわないような。そうですね、
フェルズ様も着替えるものだから、リリたちもノリと勢いで来てしまいましたが。ああ、もしもの時のためだ。霊たちの正体がバレる前に、我々がチョコを配っていた真犯人だと名乗り出る。ああ、フェルズ様、まさか最初からそのつもりで私たちにお声掛けを。何を言っているかわからないな。この外道、ただの生贄じゃないですか。しかもフェルズ様なんて中身が骨じゃないですか。骨がチョコを配っていたなんてホラーでしかありません。何、マジックアイテムであれば美少女の声色も造作もない。みんな、私のチョコもらってね。キュルルン、マジックアイテムすぎ。もはや何でもありでございます。なんだあの女は。戦い方は素人のくせにステータスがやたら。いいですよ、みんな様、指示通りです。意外にリリは指揮官なんて向いているのでは。俺、バルム貴様。動くな。出なければこの非力な女の首をへし折るぞ。こいつの指示さえなければ貴様も恐るるに。土へといたり土へと帰り、どうかあなたに祝福を。大きくなれ、打ち出の小槌。ふん、好き放題やってくれましたね。なんだこの光は。魔法カード発動。レベルブーストの効果によってリリの攻撃力と守備力は2倍に上昇する。はぁ、あ、リリは今からバトルトレーナーからデュエリストです。さあ、逆襲の始まりですよ。寸法のものがあったね。ん？リリッチのはパルーム用じゃねえぞ。あ？アルミラージのアルル用に作ってたやつだ。四足歩行用。ああ、それをレッドがちょちょいとリリッチ用に仕立て直してくれてさ。アルルも喜んでたぜ。あいつ
リリッチのことを姉妹みたいに思ってるから。はい。リリッチはすげえ美女のアルミラージに変身できるからよ。それでその服着ればもう敵なしなんだってよ。美女のアルミラージ。美人アルミラージ姉妹リリルカアルルキラ。ボソッととんでもねえネタつぶやくんじゃねえグロス。もうそれ今度からお前の持ちネタな。美人アルミラージ姉妹リリルカアルルウサミンミンミンキュルルン。蹴られるに決まって、ゴー、俺っちも蹴られた。なんで、リリ様、どうか怒りを収めして。キャッベル様、このままでよろしいんですか？このままって？町の方々に誤解されたままではありませんか？意地汚いウサギとか、挙句の果てには怪物趣味なんて言われて、ずっとこのままなんて苦しくないんですか？正直に言えばすごい苦しいと思う。そうじゃないんですって本当は言い訳もしたいし、町の人たちが笑いかけてくれたあの時に戻れたら、そんなこともやっぱり考えちゃう。もしかしたらくじけちゃうかもしれない。割り切れる日は来ないかもしれない。でも今だけはウィーネたちのために頑張りたいんだ。ベル様、説明も言い訳もきっと後でできる。手遅れになるかもしれないけど、それでも今はゼノスのみんなを助けたい。ベル様はもう決めているんですね。強い意志を持って。この人のためにリリにできることがあるんでしょうか？それにさ、僕にはリリたちがいてくれるから。え？リリたちが手を貸してくれるからくじけずに頑張れるって、そう思ってるんだ。だから本当にありがとう、リリ。ベル様。いつでも私を頼ってくださいね、ベル。ずっとあなたを助けます。またずるいよ。さあ行きましょう、ベル様。リリがずっとあなたを守って支えますから。